早川修作12月17日台は、日本の実業家、琉球アスティーダスポーツクラブ代表取締役、秋田県秋田市出身。大学受験の直前に、実家の建設会社が傾き、借金の取り立てを受けて、父親が蒸発したが、新聞配達や、皿洗いなどのアルバイトで学費を工面し、明治大学法学部に進学。学生時代より企業家として、 多くの会社の立ち上げに参画。その後、羽田つとむの施設秘書となり、民主党公認候補として、鳥取県第1区から第44回衆議院議員総選挙へ出馬するも、時点で落選した。その後、ベンチャー企業対象の異業種交流会、ベンチャーマッチング交流会を主催し、これまでの延べ参加企業は7000社を超える。また、 数百人から数十人程度の規模の講演活動も行う。2008年に SHG ホールディングス株式会社を創設し、九十数社もの顧問企業を持ちベンチャー企業支援に力を入れた。東日本大震災の後に沖縄県へと移住し、2018年に開幕した卓球プロリーグの T リーグに所属する19アスティーダスポーツクラブ株式会社を創設。 代表取締役を務めている。同社はプロスポーツチーム運営会社として日本初株式をクラウドファンディングで調達した企業としても日本初の東証東京プロマーケットへの上場を果たした。また同社が率いるプロ卓球チーム琉球アスティーダを創設3年目にして T リーグ優勝に導いた。2021年には 子会社となる九州アスティーダ株式会社を設立し、取締役に就任。T リーグ女子チームに新規参入する。琉球大学客員教授、明治大学、MBA ビジネススクール講師として、教弁をとっている。ありがとうございます。